さあ、じゃあ準備を整ったみたいです。中西隆さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ですね、はい、中西隆と申します。この後ね、30分間ね、お付き合いいただけるかわからないので紹介いただきましたよね。話をするのが大好きで、放っといたらこのままきっと30分間喋り倒しますが、今日はですね、こういうコンセプトで、歌は短め、話は多めにということでということでですねちょっとですよ、時間のコントロールが、またビッケさんにね、時々聞きますからね、あと何分できますかって聞きますから教えて、一応この時計を用意して、今18時44分で、僕ここからスタートでいいですか？ OK ですか？はいはい、じゃあ短めの歌をね、1曲ね、聴いていただきたいと思いますね。チューニングがちょっとおかしかったりしますかね。話をしますかね。今ね、ベイビーリーブスさんね、素晴らしかったですよね。僕もね、ああいうバンドがやれたらいいなと、こう、常々思ってるわけでございますよ。でもなかなか、今日ね、来られなかったテラさんね、ギターのテラさん、ちょっとまあ、いろんなところで、ご一緒させていただいたりしてますけどね、羨ましくてしょうがないです、本当に。もう、またなんか、テラさんが調子悪い時には呼んでもらってからギター弾きますけどね。ね、はい、てなことを言ってるうちに、1分が経過。チューニング大丈夫ですかね。はい、チューニングがおかしいとか、そういういろいろ言いたいことがあったら、どんどん言っていただけるとありがたいですね。はい、じゃあ、聞いてください。1曲ね、聞いてください。今の曲を踊れます？踊れる相手がいたら何でも踊れちゃう。はい、はい、じゃあ、ぜひね、お相手していっていただける方はね、こちらのこのメインのステージですね。それがいないのよ。はい、じゃあこうね、出してください。はい、さっきね、ビッケさん紹介してくれて、僕は洋楽、今日はね、洋楽中心、結構洋楽、邦楽、いろいろ、自分でやる曲は書けないので、世の中のいろんな、素晴らしい、と、僕は勝手に思っている曲ですね、いろいろ、ね、歌って、皆さんに紹介して、で、ぜひ、本物をね、YouTube でね、検索して、見ていただけると、ね、ありがとうございます。そういうふうに、ダメですよ、喋り倒しちゃいますよ、その、ね、声かけちゃう。
はい、何したっけ、 YouTube ね、 YouTube 検索していただけるといいかなっていうふうに思ったりします。今の曲は愛されちゃってますありがとうございます、はい、愛されてしまいました、はい、いや嬉しいですよ、嬉しくてしょうがないです。あの僕もごめんなさい、大概酔っ払ってますよね、あのもう、はい、何したっけ YouTube の話、どこまでいったかな、はい、で、次はですね、あの今日あの、12月10日ですよね、時々真面目な話をします、ね、2日前12月8日12月8日は、はい、何の日だったでしょうか、ご覧の方あ、そうね、はい、ちょっとね、ここはね、一回ボケてほしかったですはい、そうです、あの今言っていただいたようにジョン・レノンね、ジョン・レノンがね、亡くなった日なんですよね、だから、これ、やっぱりね、ちょっとやっぱりジョンのね、あの代表的な曲を僭越ではございますが一曲ね、あの歌わせてちょっと踊れないかもしれません。Imagine there no heaven. See the future. No hell, dear ones.Soul sky. Imagine all the people. We will live in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.あのちょっと短めに終わらせていただきます。ちょっとね、なぜかと喋りたいことがあって、僕、この、12月8日、当時ですね、僕はあの、京都、学生時代京都に下宿してたんですよね。で、あのこのことが起きた時に、あのたまたまその迎える部屋の先輩がドンドンドンって叩いて、おいおい、今あのジョンがなんか撃たれて死んでたみたいよっていう話をしに来てくれて、でもうえって思って、あのなんかまあ放心状態というかね、あの事実を受け入れられない状況があったっていうのをこう鮮明に覚えてます。その、下宿の部屋の景色とか、その先輩が団体で入ってきたあの光景とかをね、今でも鮮明に覚えてます。あの、まあ、皆さんもねそういうことをなんかいろいろあるかと思うんですけどね、あのまあ、だからどうだということではないですけど、まあ、とにかくあのジョンは素晴らしい人で、あ、話を戻しますと、僕はあの中学生の時からビートルズが大好きで、ビートルズのコピーバンドあの同級生と一緒に、かれこれもう10年あの時々間が空きつつ細々とやってきたりしますけど、あのどちらかというとポールが好きだったんですけどね、あのハイトーンの声に憧れて、ちょっとねこう喋っていくですね、これはね面白くないなと思い出しましたので、これはまあポールが好きだって言って、あのポールの曲を見えてますよ、ありがとうございます。
嬉しいですね。あのこの後ね、実はね、あのねご存知あのサビが B メロがあるんですよね、うん、無理です歌いませんあれねということで、短めに終わりましたけど、でもあのビートルズもね、あの1960年代にライブをやってた時にオープニングであのツイスト&シャウトっていう曲をねやってね、あの 歌えないから歌わないですけどこれはね、これ短いバージョンでやってましたということで、オープニング今オープンじゃなかったですね、ごめんなさいね、はい、うん、あ勉強になります、あありがとうございます、はい、でということでですね、ちょっと脈絡のない話をしながら、ビッケさん、僕は、あとこれ44分に始まったから、14分までいいですか、いかんね、いいですか、はい、じゃあですね、ちょっとここで趣向をガラッと変えて、今日はあの英語の歌がメインなんですよ。英語の歌っていうとね、こういう忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに包まれてだからあの英語の歌じゃん、英語の歌ですよ、英語でっこいっすか、英語、川島英語さんの歌でした、はい、ということで、これはもうあのそのこの最初やったところでこうとひゃーっとこう笑いが起こってくれて、あのというのを期待してましたけど、あごめんなさい、あ余分だったですね、ちょっとじゃあ次真面目に、いつも真面目ですけど、次もう一曲ね、英語の歌をね聴いてください、I'm troubled and you need sorrowing care. Nothing's going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there.Just be some of our fall.
ですね、ユーズガッタジェルっていう、あのね、聞いたことありますかね、これ、あのキャロル・キングスさんっていうね、有名なあの女性のね、ソングライターさんなんで、古い歌ですけど、これ大体今もう何時、もう、6時、違う、6時前、7時前ですかね、大体ちょっと遅いですね、時間的にね、あの夕方に歌うといい歌、だからもうちょっと早い時に歌えるといいかなという、そういう夕方フレンズ。ありがとうございます。はい、つかみは OK ということで、はい、どんどんいきますね。はい、あと残すのは2曲やらせてもらいます。あのさっきね、あの紹介のところでね、クリーンの話を紹介いただき、僕クリーン大好きで、次1曲ですね、クリーンの曲をですね、ちょっとガラッと変えますので聴いてくださいね。Can't do this to me, baby.
Nothing really matters. Nothing really matters to me.最後にね、一曲皆さんと一緒にね、歌いたい。ね、あれかという声が出てましたけど、あれでございます。あの、これでさっきあのビートルが好きだっていう話をした、ポール・マッカートニーのね、曲なんですよね。あんまりメジャーじゃない曲ですけど、メアリーの恋するという曲がございまして、それはあのタイトルからいくと、あの、メリーハラビトゥラン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 ビトゥすいませんね、あのこれいつもねこの大事なことがあってですね、はいはい、ビデオをですね持ってないです、どこまで行きましたか。あ、最初メリハラウィル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 Thank you.
ました。はい、この後もね、素敵な演技でしたね。アンコールですか？アンコール。アンコールせっかくいただきました。多分これは皆さん知ってるだろうというか、最近ね、テレビでね、よく流れてるところですね。ちょっと短めに聞いてください。聞いてたらね、聞いてた、もし歌えたら一緒に歌ってみたら、ありがとうございました。この後もね、楽しんでいきましょうね。ありがとうございました。